皆さんこんにちは。今日の練習はこのドローンで上昇と下降、斜め上に上げて斜め下に下げてくる角度の調整ですね。低めとか高めとかね、ぐるぐる回りながら斜め上に上げる、ぐるぐる回りながら斜め下に下げる。それではね、早速ね練習の方入りたいと思います。はい、じゃあまずね上昇からいきます。木をね直線上に上げていく感じでいきます。ちょっと離して、まあこれぐらいでゆっくり C モードでゆっくり上げていきます。はい、じゃあ下げていきます。ゆっくり下げます。はい、ゆっくり上昇。ゆっくり下げます。はい、そしたらですね、今度は、ここね、横に立って角度をね、つけた上げ方をします。この場合だとね、こういう感じで上げてきます。こういう感じで、で機体を斜めから、ちゃんとね角度を見て、そこからね、角度を決めて上げてきます。はい、じゃあここからいきます。こっちは前に進めて上げるっていう感じなんで、このまっすぐだとねぶつかっていっちゃう可能性があるんで、最初ね、最初は上を決めて、上の角度に合わせて前に進む速度、これは速すぎ、これぶつかります、こんな感じでね。なんでもっとゆっくりですね。じゃあ上に上げます。で前にじわーっと、もっと遅くてもいい。でこの角度でちゃんと越えられるように、はい、越えました。はい、今度は後ろに下げるのを先にしてゆっくり下げていきます。はい、まあこういうね練習を、角度をね決めていく練習すると、上げてじわーっと、この角度をちゃんと決めて、あ、これだったらいけるなーっていう速度で、一定に決まったら一定に下がって下げる、このゆっくり、これ映像見ると分かるんですけど、結構ね、まあ建物の大きさにもよるんですけど、建物とか撮りたいね、ゆっくり、あとで編集で早送りしたりいろいろできるんで、なるべくこんな感じでゆっくり、そうすると映像も落ち着いて見えるんで、あとで早くしたい場合は早送りで編集で変えるっていう感じにすると。でこれこっちに立つと、もう距離感が分かりづらいんで、最初はまあ大体分かってればいいんですけど、こっちからだと全く距離感が分かんなくなっちゃうんで、最初横でこの角度かなっていうのを確認してからやった方がいいかもしれません。じゃあね、いきます。上げながらこういう感じで、これだとスピード感でもう枝とかの距離感が分かんなくなっちゃうんで、上げてってじわーっと進めていく感じですね。で細いのはセンサーほとんど効かないんで、細い枝とか全然当たります。1センチ未満だと結構正面でも割とぶつかったりするんで、
角度を一定にして決めるって感じ。はい、じゃあね、こうぐるぐる回りながら今度上げていくのをねやります。いいと思います。じゃあまずね、木の周りを一周させましょう。じゃあ木の周りを行きます。低いところから行きますか。右を決めたら左で回しを調整していく感じですね。あの速度は一定にした方がね、楽なんでね。はい、じゃあね、これでね、今度はね、上げていきます。左に、木を中心に合わせて、まあ、画面見ながら木を中心に合わせて右に動かしてハの字にしたら上げていくって感じでね。あ、はい、このなるべくこの四角の真ん中にこう来るように。で、決まったらそのまんま斜めに、もうここで動かさないと、もうこれでずっと回ってってくれます。で、ずわーっと高くなってってくる。まあこれ実際でカメラの調整も入ってくるんでね。はい、じゃあ今度ね、できたら左に今度下がってきます。ミッキーは、はい、ここを引くにずらしながら決まったら斜め下に下げて、でこの中心からずらさないように。はい、来ました。まあこんな感じでね、練習していくとね、いいと思います。あー、手が冷て。今日雪降ってるんでね、ちょっと初めてな、こんな雪降ってるのか。ちょっとドローンも濡れちゃって。